日英。こちらヤングチームはですね、血と汗と涙の決勝、頑張るナインティナー。非常に盛り上がってますね。風船を超えるのはちょっとなんか今ちょっと触れる部分でもできたりする？はい、うん、じゃあみんなでちょっと、じゃあみんなで、はい、あれよちょっとドバーッ。じゃあリーダーびっくりするよ。びっくりしましょう。せーの、ちょっと待って、やっていましたね。あ、カイトさんもいましたね。あら、ウサギちゃんでございますね。これみんな違うもの作ってるのかな、これ。みんな同じだよね。ウサギだよね。ウサギです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。このようないろんなアレンジを加えた上で、はい、作品ができた。大きな一つの作品というものを作りました。ここですね。対するアダルトチームの方は、タイトルは何でしたっけ？白雪姫と、白雪姫と七人のおじさまたち、うん、愉快なおじさまたち、愉快なおじさん。なあ、これ皆さんで何か演じるという形なんでしょうかね。まあ、演じもするしね、演じることもあるしますし、まあ演奏もするね、演奏もする、はい、さあどんなそれでは早速じゃあヤングチームから参りましょうか。そうですね、まずいかに皆さんが苦労したのか、はい、メイキングの VTR が届いておりますので、はいはい、そちらをご覧ください、はい、どうぞ。事件はいきなり起こった。一体何が起こったのか。パンパン割れてるもん。なんかゴザみたいなのとかないですかね。どうやらセットの床を覆う敷物で静電気が起き、風船が割れてしまうらしい。このままでは本番までに目指すバルーンアートは完成しない。全員に緊張が走る。急遽セットの中にゴザが敷き詰められる。靴も脱いだ方が良くない？大きなタイムロス。それより何より作業中に再び静電気が発生しないとも限らない。これがもし完成間近だったら。世紀末大道芸術家ガンバルーン99。今回彼女たちがチャレンジするのは、風船をねじったり編んだりしながら何らかの形を作り上げていくバルーンアートと呼ばれるもの。実に根気のいる作業である。よく遊園地やテーマパークで見かけるバルーンパフォーマンス、このテクニックを応用し、彼女たちは何を作ろうというのか。今回使用する風船の数はなんと2万個。この大量の風船を時には立体的に、時には平面的に編み込み、ある巨大なものを作り上げようというのだ。その設計図を見た指導者はこう語る。スピード we were going, we were figuring about 48 hours. プロでさえ丸2日かかる作業。しかし彼女たちに許された時間は3日間しかない。1日目、まずはバルーンアートの基礎を習う。めっちゃ怖い。無理です。結構ギリギリっぽいよ。早速作業が開始された。彼女たちは何を作ろうというのか。そして2日目、隠し芸本番の前日だ。場所を V3 スタジオに移し、ただ黙々と作業をする。とその時、冒頭の風船割れ事件が起こったのである。とりあえずゴザを敷くことによって静電気を防ぎ、どうにかこのピンチを切り抜ける。時間はすでに3時半。本番まであと26時間しかない。精神的にやばいこれ。精神的に。するとここで第2の事件が起こった。安西のパートの風船の消耗が激しい。これをもっと大きくしなきゃいけないし、数が足りない。実はこのパート、安西の手で1日目から作り続けられていたもので、すでに半分近くまで仕上がりつつあったのだ。すいません、ちょっと集合してください。残りの風船がもうあれだけ
全然足りないんですか。ですからどうするの。このままでは完成できない。全員で対策を練る。持ってないんですか。どこからこれです。アメリカ製なんで。これはもう、これ無駄になっちゃうの。これなしです。だってなぜ安西の目に涙が光った。でもそれしかないんじゃないですか。しかしか再び大きなタイムロス。急遽肌色の風船を白い風船に変え一から作り直すことにする。時計の針が12時を回りついに最終日を迎える。しかし睡魔と時間との戦いに追われ全員の疲れはピークに達していた。夜が明け出番まで13時間を切った頃何度目かの食事休憩が入る。無言の休憩。つい眠気が襲ってくる。コーヒーあるよ。間に合うのだろうかという思いを胸に作業はただ黙々と続けられる。隠し芸の収録が始まった頃第三の事件は起こった。ここもへこんでますよね。それぞれがバラバラで作っていたためパーツの大きさにズレが生じたのだ。長い。バランスの取れないパーツは全て作り直さねばならない。これも大きなタイムロスである。何の泣かされてるのか分かんない。出番まで2時間ようやく全員で最終的なパーツの位置決めにこぎつける。かくして3日にわたる作業で持てる力の全てをバルーンアートに費やした彼女たち。一体何を作り上げたというのか。までの放送は日栄カルビー朝日飲料三菱自動車 DDI ローソンの提供でお送りしました。食べた瞬間はもうびっくりですよ。みんなこれ最初に自分たちで見た時はどんな気持ちだったんですか。うん、いやなんかすごく嬉しかったんですけど、うんうん、あの顔の白い部分が私のせいでピンクにできなかったんですよ。うんうん、これはね白でよかった。すごい。そうですね。これ白でよかったんだよ。でもすごい悪くてでもみんなね大丈夫だよって言ってくれて、すごい本当思い出です。うん、皆さんね分かっちゃうの分かるんですけども一人いないですよね。あれどちらにいらっしゃるんですか。あのねこれ自動じゃないんですよ。あこれ自動じゃないよ。これ自動ずっとやってるんですか。これ自動なの。花子ちゃんどこにいるのかな。あここ開いた開いた開いた。あこんな顔してるんだ。ここで動いてんの。見えますかね。わかります。ちょっとおいでおいでおいで。花
よね。あの幕が降りてから、はい、今まで回ってましたよね。はい、素晴らしい機会だなんだ。あ、手動だったんだ。休まず、うん、ね、じゃ中の方じゃ入って、お疲れ様でした。これ男性がやるべきだよね。はい、審査員の方に伺いましょう。佐々木さんいかがでしたか。見た瞬間に本当わーって感じです。ちょっとびっくりしましたよね。びっくりしました、やたらなんか出てくるでかいなと思ったんですけど、見て本当びっくりしました。正月らしい華やかな感じでね、はい、審査員の方も複雑な思いの中、ね、さあ聞いてみます。それでは参りましょう、はい、頑張るナインティナイン。それじゃあ参りましょう、どうぞ。